タイトルにありますように、官学連携による住民参加型行財システムの構築に向けた実証的研究をするものです。で、このプロジェクト名は長いんですけども、端的に言うと住民参加型の行財政システムを作るということです。で、その研究のメンバーはですね、経済経営学類と行政政策学類の30代の若手の研究者4人です。で、その住民参加型行財政システムが、なぜ必要かというとですね、研究背景について先に、説明をしますと、福島県においてはですね、福島第一原発事故によってですね、他県に比べて、住民のニーズが多様化したり、複雑化しています。でとりわけ、避難指示区域に指定された地域やその周辺の地域においてはですね、特にそういったニーズが多様化しておりまして、で特にですね、その中でも、そのどういったニーズが多いかというと、コミュニティの機能がですね、喪失しているという点で、生活環境におけるですね、ニーズが非常に大きいですね。で、コミュニティ機能っていうのはどういうものかっていうと、相互扶助だったり、その土地のですね、管理だったり保全だったり、そういうような共同体でですね、担ってきたあらゆるその機能っていうのが喪失している。でこれは避難、特にその放射能のですね、汚染の高いような地域では、まだ住民が避難を余儀なくされているところがありまして、そういうところにおいてですね、人口が減少して、急激な人口減少や高齢化っていうような課題にですね、直面している、それに伴って コミュニティのですね、担い手が少なくなっている、それによってコミュニティのですね、機能が喪失しています。でこれがですね、より今後も深刻化していくと、その生活環境がですね、どんどん悪化して、元に戻った人たちもですね、別の場所に移らなければいけなかったりとか、あるいはどんどんこう生活再建がですね、遅れてしまう、そういうようなですね、課題があると。でそれに対してですね、じゃあどのように対応していくかというと、これまでの行政のですね、対応では画一的な対応ではですね、解決ができない、さまざまなニーズをですね、組み入れていく行政のですね、計画だったり予算作りなどに反映していく、そういうことによってですね、ニーズをこう具体的な政策に生かしていくことが必要になってきます。で、それをですね、実際に実践的に行うためには、そういったその住民参加をですね、を促すためのシステム作りが必要になります。で、そのシステム作り、どのように研究をしていくかというとですね、まず副題にこういう研究体制を作ります。まず最初に、私は地方財政、そして環境経済学が専門ですけれども、住民参加型の行財政制度を作ります。ただその制度を作っただけではですね、機能しないんです。その住民参加のですね、住民となの担い手となるですね、住民の主体形成をしていく必要がある。でここについては経済経営学類の村上咲子先生、地域経営と都市計画が専門です。で、住民の主体形成ができたとしてもですね、それをサポートする自治体の職員 ですね、の育成が必要になってきます。でそこについてはですね、行政政策学類の林レオナ先生が担当します。で、その3つのですね、基盤となるのが住民のですね、参加型地域づくりの考え方だったり意義っていうのをですね、示していくことになります。これについては政治哲学が専門の行政政策学類の岸見泰先生が研究していきます。こういった研究体制をですね、福島大学に作ります。
で、この研究をしていくだけではですね、実装にはつながりませんので、実装していくために自治体と連携協定を組んでいきます。で、連携協定を組んだだけではですね、うまく機能しませんので、この公共政策プログラムというのをですね、福島大学の大学院に開設します。で、そこにですね、住民の連携協定を組んだ地域の住民の方、そして自治体職員の方がですね、そのプログラムに参加してもらって、で、それでその地域に適した行財政システム、住民参加型行財政システムを作っていく、そういうふうに考えています。で、これをですね、実現する、これをシステムを実装していく、実装し、それをですね、その地域に根ざあの、にで、そのシステムをですね、その地域に浸透していくことによってですね、住民主体で豊かなですね、暮らしを築く持続可能な地域づくりが実現していく、そういうふうに考えています。で、具体的な計画についてはですね、ここに述べていますけれども、ここに、簡単に述べています。3年をかけてですね、住民参加型行財政システムを構築する、そして、公共政策プログラムを3年目にですね、開設することを目標にしています。で、そのために、私たち研究者はですね、行財政システム、国内外の行財政システムの、住民参加型のいろんな制度を持っている地域のですね、調査をしたりとか、文献調査と現地調査していきます。で、あと自治体との連携協定に向けた働きかけなどもしていきます。で、そして公共政策プログラム、これもですね、国内外にも事例がありますので、そういった事例をですね、研究して解説に向けて検討を進めていくということです。はい。で、公共政策プログラムっていうのはですね、単なる大学院の科目だけではなくてですね、大学院の科目はプロフェッショナル型ということで2年間のものになっていますけども、ただ大学院に通えない人もいます。その人たちのために科目履修型だったりですね、出前講義っていうのをですね、用意していこうと思っています。で、これらのですね、プロジェクトによって期待される効果としてはですね、こういったその官学連携でですね、住民参加型の地域づくりをですね、システムとして、体系的なシステムとして、構築しているところは他にないんです。全国にはないです。なので、そういった全国に先駆けるモデルとなるんではないかなというふうに考えています。そして、本学のですね、経済経営学類、そして行政政策のですね、共同による新たな大学院プログラムを作ることになります。で、3つ目に、これは最大の効果だというふうに私は思っていますけど、福島県内のですね、市町村における地域再生、そして持続可能な地域のですね、実現に貢献するのではないかというふうに考えています。以上です。